戸田氏、明蔵戸田氏明慶応元年8月8日は、江戸時代末期の大名、美濃国大垣藩の第10代藩主、大垣藩とだけ11代、江戸に向かう和宮の行列を敬語、第9代藩主、戸田氏勢の長男、母は、親姫。性質は、稲葉正盛の娘。はには、14した、うねめせい。天保2年5月11日生まれ、 高家3年11月15日、将軍、徳川家吉に敗越する。海江元年12月16日、十五位下、出雲守に上任する。安政3年10月25日、父の姿勢が隠居したため、家督を継ぐこととなった。文久元年12月16日、十四位下に昇進した。幕府に忠実な人物で、金門の変では、長州藩の家老。 福原元官が率いる軍勢を、伏見街道で破るという功績を挙げている。さらに、水戸藩の天狗党、武田幸運夫が中仙道を上落しようとした時は、これを妨害した。第二次長州征伐にも幕府方として組みし、第十四代将軍、徳川家持の警護役を務めたが、その途中で病に倒れ、慶応元年八月8日に35歳で死去した。死後、家督は、 弟の宇治高が継いだ。半祖、数明以来、代々の当主と共に、大垣の常葉神社にて祭人として祀られている。ありがとうございます。